バーテ直面対決一番得意第3種目目になります。バーテ直面対決はですね、バーに当ててワンバイ以内で直接ネットに当てる対決になってます。この対決はですね、この2人がよく大学生の頃に休み時間にもやってましてですね、だね、非常に強いのでなかなか保険はいいって僕には難しいゲームなんですけどね。はい、まあ大丈夫です、うまいんで。これでね、全てが決まりますね。全てが決まります。僕が1位になればまあビギナーになる、一発で終わる可能性もあるからな。これ順番的に大事よ。最初はグーチョキポイチャッ、3番チョキポイ、3番、あ、俺もうね負けた、勝った時から1にしようって決めてたんで、本当にいいです。1でそれではやっていきます。すっすっ、やっていきます。1発で終わっても文句言うなよ。はい、はい、バーってうまいわ。バーを上からこう優しく当てて落としてシュートね。これが一番いいから、繊細な繊細なタッチ。ひどいね。サポートの距離が近すぎるんだよ。あ、そういうことか。だから意識強すぎてもダメ。なるほどね。サポート意識強っ。うわー
よそれ。ヘディングで決めてくるとはね。ヘディングで直接狙えばいいじゃん。初めて見ました俺、ね、初めて見たよね。初めて見たヘディングでやる人この26年間初めて見た。ごめん、あの知らなかった俺も。そういうそういう大学生ルールがあったとは。あの別にルール上問題ないと思う。俺は初めて見た。俺も初めて見た。ルール上は OK よ。ルール上は OK なのよ。直根だし、ワンマイナーだし。じゃあもう一回やらせて、もう一回やらせて。いいよ、いいよ、本当にいいよ。いいよ、だって あ勝てるもんね。はい、あー、ミスったー。たまにやるんだ。クリット。やばい。気に食わんな。気に食わんな。でも俺がこれで2位になったら同率。食わんな。あ、いいんじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、行き過ぎたかな。あー、惜しいね。あ、来た来た。おー。ん？あ、やばい。最後のバーテ直ね対決の順位を発表します。1位俺、あ、3票。2位僕で、ポイント210で合計しますと6。いや 6? 5です。あ、5で、3種目通しての1位はサンディさん。あんたでもいいよ。どうでしたか、この3種目通して。宣言通りの得意種目で逆転っていうね。まあ、お、そうですね、完璧ですね。ターゲットネットキックシュート対決で、その種目でもう2本を決めて満足しちゃいました。出たこれ毎回言うね。僕は非常に長い戦いでした。全部通して見せ場あった。見せ場あったじゃん。最後最後でしょ。動画出すからね、俺編集するから。俺編集するから、これ出すから。一回当ててるから。一回頭で一回頭で、一回頭で当ててるから。一回ね、なんか暗黙のルールがあるみたいなので、はい、見たことなかったら嫌だ。でもやるって言ったのは本人でした。うん、最終的にこんなもんでいいんじゃないでしょうか。はい、再現動画をまたはプレイ動画を上げていきたいと思いますので、ご視聴のほどよろしくお願いします。随時コラボの方も受け付けておりますので、よろしくお願いいたします。はい、チャンネル登録、コメント、 TikTok、 インスタフォローよろしくね。ご視聴ありがとうございました。